続きましては吉田麻里子、松尾遥対伊藤薫、夏木ヘッドの一戦です。さあまずはこの奇襲攻撃に対して吉田麻里子がうまくかわしましたが、夏木選手もレスリングをやってるだけあって、はい、動きがねしっかりしててね、はい、今のもすごい繰り返しでしたね。そうですよね、ちょっと見たことないような形でしたね、はい、素晴らしいなと思って。はい、しかしそれでも吉田麻里子ビクトル投げからの腕試技を狙う。今ちょっと早くやってなかったですねさあそれでも腕試技を狙い続けますが、おっとトップループに伊藤薫、何だ、おっとすごい、こんなカットの仕方ありますか。いや見たことなかったですよね。いやフットスタンプでのカットを見せました。さあその間に夏木ヘッドが蘇生しました。さあ突き上げるようなヘッドバットを見せましたが、あさあイブケットですね。おこれがイブケット、あーっと今度かわした。いやしかしそのかわした松尾に対してフットスタンプ、この二人なんかコンビネーション良かったですね。いいですよね、はい、何かちょっとあの似た者同士というような雰囲気もありますよね、はい、でも私も松尾選手と組んでて、はい、やっぱりこうネオさんの、はい、こうやっぱ井上京子から教えられてるのかなっていうのがあって、松尾選手の動きを、はい、あ私もそうするっていうような、なんかね組んでて、はい、こうリズムというかタイミングというか、はい、あなんか通じるものはありましたね、はい、そうですよね。そういうところが何か今まではあの出てこなかったんですけどもね、はい、この伊吹参戦であのそういうところが分かってきたようなところもありますからね、はい、さあしかしその松尾に対して伊藤薫がうまくカットを見せました。何だ、あっと投げっぱなしのパワームーブ、そして夏木が飛んだ、夏木ヘッド、さあトップロックから見せました。危ない、カウンター2。やっぱり松尾選手も揉まれてるだけあってね、はい、やっぱり細くて可愛らしいんだけれども、打たれ強いですね。そうなんですよね、はい、今年はなんと年間97試合を経験しました。おっとこれでいった、イブキヘッドだ、今度は決まりました。イブキヘッドどうだ、カウント2。さあ危ない危ない、松尾遥ちょっと動きが止まってしまいましたが、それにあっとうまい、これは今度は読んでました。吉田麻里子と松尾遥、ここで連携が見れるのか、ダブルリスアームサルト、どうだカウントは、カウント2。しかしこの吉田松尾組、初タッグとは思えないような動きも見せてまいりました。さあジャーマンを狙う、ジャーマンを狙う、危ない危ない、あっと伊藤がラリアット。さあこの似た者同士タッグであります、伊藤夏希、コンビネーションもいいようだ。そうですね、なんかこっちも負けずにいろいろやろうとしてるんですけど、はい、向こうもねどんどんそうですよね、目まぐるしい展開ですよね、この試合は。そうですよね、はい、まあ、本当に行き着く暇もありません。トップロープに登るのは伊藤、そして吉田がカットに行くが、カットは防げず、もう一回行くのがダイビングフットをかわした、吉田が今度はかわす、そして今度は夏木と松尾、この二人の戦いになっている。そして反対側では伊藤と吉田、分断しています、分断しています。先に攻撃を仕掛けたのは夏木の方、しかしそれに吉田も対抗する。さあ吉田と夏木のこの一騎打ちに変わりました。そして吉田がダブルアウン、はい、ここは松尾にアシストです。そうですよね、はい、松尾に託します。そして松尾がトップロックからのボディープレス、うん、危ないカウント2。吉田麻里子のカットプレーで松尾が蘇りました。松尾と夏木ヘッド、この両者の対決になってまいりました。最後はこの2人で決まるんでしょうか。ジャーマンを狙う、うまい、かわした、そのまま前方回転、どうだカウント、危ないカウント2よ、ま、今度は松尾かわす、どうだ、あ危ないカウント2。両者ともにエビ固めの応酬であります。松尾か夏木か、おっと同士打ち、同士打ち、うまい、ジャーマンブリッジは綺麗だ、どうだカウント3。松尾遥、最後は先輩の意地、松尾遥が輝きました。